はい、皆さん。とね、ちょっとやることがないので。もうドライブでもね、やろうかなと思います。ちょっとコメントとかアイテム見れないんで、ちょっとあんまりふわっち向きではないかもしれませんが、ちょっとやることがなさすぎてドライブでもしようかなと。ちょっと家で喋ってるだけきついので。あれ、顔拭くやつなかったっけ。あ、どうもです。チョコマカロンみたいなやつです。あ、ありがとうございます。アスコットもどうも。いや、今日風呂入ってないんすよね。あー、出す、マカロンを出す。ボーナスです。そっか、今日マカロンとかのやつのホワイトデーアイテムが今日3ボーナスが出やすいんだっけ。 20% から 30% にアップしてるんだっけ。あ、マカロンです。マスコットもどうもどうね。あ、マカロンです。まずちょっとね、あと匿名が出す、マカロンです、レンチャーです。ちょっと、ちょっと決めに行っちゃおうかなと。ガン決まりに行っちゃおうかなと思います。はい。ちょっとね、決めに行こうかなと思いまして。はい。もう決めに行こうかなと思います、今日は。はい。ちょっと決めちゃうものを買いに行こうかなと。はい。じゃあちょっと買いに行きますわ。決めに行っちゃいますわ。あ、ちなみに今日ね、あ、運転モードなんでね、もうコメントとかアイテム入れないんですが、あのね、何気にイベント5位なんで、無料アイテムは投げといてください。お願いします。あのね、今日ね、ちなみにね、昼間というか、まあ昼前ぐらいですかね、今日風呂入んないで久々に出かけた。まあ昨日一応ほら、2回風呂入ったから、今日入ったらぶち壊されるかなと思ったんで、もうしょうがなく今日風呂入んないでね、初めてではないが、久々に外出ました。で、今日ちょっとね、かっぱ寿司ってね、寿司食べてきた。最近のなんかさ、100円寿司、マジクオリティ高くないっすか。よいしょ。ということで、ちょっと決めちゃおうかな。ちょっと待って、車来ちゃって、大丈夫か。やばい、車来た。ちょっと車来たから。決まるわ。決まる。決
決まっちゃうこれ。ああ決まっちゃうこれ。ああよいしょ。ああ決まっちゃうこれ。さてともうやることないぞ。やっぱコーラはねちょっと決まっちゃいますねこれね。コーラ決まっちゃうよこれ。どうしよう、どこドライブ行くかな。まあ、適当に走るか。あ、こっちから行こうかな。まっすぐ行くか。ちょっとマジで決まっちゃうわ、コーラは。コーラマジで決まっちゃう。てかもう5時だよ今日。いや今日さ、なんかもう最近毎日さ配信しすぎてさ、もうなんかさ話すこともなくなるしさ、疲れちゃってさ、あー配信きついなーと思って、とりあえず気分転換に飯でも食いこうかなと思ってさ、昼間かっぱ寿司行ったんすよ。で帰ってきてお腹いっぱいになったら、まあいつものごとくやっぱり睡魔に襲われて、それでそのまま昼寝したんすよっていう一日でした。でももうねそれで寝て起きて、もうさすがにねちょっと配信しないとあかんなと思って今枠をつけたわけですよっていう一日。マジガン決まりだわ。でもねちょっとねそんなね、まあちょっと今日のらりくらりと生きてるわけですけど、今のコーラでね決まっちゃいましたね。もう冴えない一日が今の一発で決まっちゃいましたもん。猪木じゃないけどね、アントニオ猪木じゃないけど、もうコーラをねこれ喉渇いてる時のコーラはもうこれマジ闘魂注入されちゃいますよ本当に。本当にちょっとね山道の方でも行きますか、ドライブに。まあちょっとねイベント中とかは特にこうなんていうの、ドライブ配信ってアイテムとか見れないしコメントも見れないからあんまり向いてないとは思うんですが、もうちょっとさすがに家でね雑談というか喋るだけきついので、もうほんと心が病んでいくので、ちょっと気分転換にドライブをねしようと思いましてね。
何これ、スパドックランワンちゃん、ワンちゃんのスパがあるってことですか。犬のワンちゃんとか飼い出したらちょっと人生変わり、ちょっとなんか自分の毎日が変わりそうやな。ワンちゃん飼い出したら、ワンちゃんは大変だよね、いろいろ散歩とかも行かないとだし、ね、耐えきれないほどではないな。
時さ、これ一人で配信する時さ、なんだろう、車載配信ってなんかもう向いてないよね、生配信に。コメントもアイテムも見れんから、誰かに運転してもらって、助手席とかでさコメントを見ながらとかってんだったらあれだけど、もう一人だと自分で運転しなきゃいけないからな。もうそうするとコメントとかアイテムとか全く見れんからね、正直配信向きではないと思う。配信向きっていうか生配信向きではない。クルージングめっちゃ来てる。ちょっと今止まってますからね。うわーマジか、当たりも来てる。うわーちょ、おいがちょっとあのね、これね、後で投げてくれた人確認します。はい、あ、今見たけど、あー見ました。あーレス、やったー、当たりも来た、やった、レッチャー、アラムド、制御、ウィドズ、ビレイス、スタートマーク、サーマーズ、ちょ、あとこれ投げてくれた場合ね、あ、これ、あ、そうだ、あと延長しよう、あとでちゃんと確認しますんで。やったー、レンチャン、レンチャン、石油当たりもレンチャンだ。当たりレンチャンできてる。今日当たりやすいらしいですからね、なんか。今日当たりやすいらしいです、このアイテム。やったー、レンチャン、石油を、ウィドゼビルゲイツ、あー、レン、わ、当たり、あ、ちょっともう行かないと。当たりこんな出ます？すげー連続で当たり出なかった、今。なんか普段 20% なのが 30% らしいんですけど、 30% つっても3分の1よりちょっと悪いぐらいなんで、こんな連続で出るってなかなかだよな。3連続で出る確率、サザンガ級3927、3分の1だとしても27分の1だもんね。30分の1ぐらいか。30% って3分の1より若干悪いからね。3分の1は 33.33333…だからね。やったー、レちゃん、アラムド、アッセキオ、ウィントズ、アビルイツ、アレちゃん、やったー、オートマックス、ホンマサイシ、やったー、アレアス。ちょっと後で見ますね、ちょっと車載モード中はコメントとかアイテムも見れないんでね。やったぜ、やべえ、めっちゃ来てた。しかも当たりめっちゃ出てたな。まあにしてもこれどこ行けばいいんやろう。どこ行けばいいんでしょうか。
行く場所はないんだけどね、とりあえずドライブって感じなんですけど、とりあえずドライブなんですけど、辛口ホルモン、うん、うわ、こんなところに中古の車屋ができてるわ。とりあえずドライブっす。5時半か、もう暗くなるね。でもなんか若干日が伸びた気がするな。5時半で言うてもまだ明るいからね。日がちょっと伸びた気がする。まあもう3月突入してますからね。うわ、めっちゃ来てた、ありがとうございます。やばい、あーやばいやばいやばい、あーやばいやばい、もう行かないと。よライトつけた方がいいか。どうしよっか。
どうしますかね、これね。もう5時半ですよ。ニコ生おろそかになってきちゃってニコ生がおろそかになってきてる。ニコ生をやんないとな、そのうち。してるだけで特に目的地ないっすからね、これ。ほんとタイトルの通りガチのドライブで、特に行くとこないんで、つかどこ行っても電話されちゃうからね、店とか入ると。
いしょ。あ、そういえば今日からマックテリタマだっけ。まあテリタマはなんかそこまで魅力感じませんが、まあ美味しいは美味しいんですけど、やっぱ月見バーガーの方が美味しいなって思っちゃうからな。36歳って結構なんかだんだんやばいなって俺思ってきたな。体の衰えがやばいわ。なんか思うように体が動かせん、まあ、運動してないのもだいぶあるんだろうけど、あとちょっとしたことでマジで息切れする。ちょっと動いただけでもう息切れるからね。
もう暗いですよ。もう夜ですよ、そろそろ。もうちょいで6時じゃん。ガソリン高いね。ガソリンマジ高い。今ガソリン高すぎないですか？レギュラーでリッターさ170ぐらいは行くもんね。安いとこで162とか3とか、高いとこだと、いや標準的なとこでも170円近く行くか。多分ね、高いとこだと190ぐらいのとこあるんじゃないかな。なんか都内のどっかにすげえ高いとこあった。あとなんか高速の中に入ってるガソスタとか高いじゃないですか。ああいうとこだったら多分本当にリッター190ぐらいいくんじゃないの、レギュラーで。高いなあ、マジ高いわ。今なんか買ってたら本当に死んでたわこんなクソ高い高すぎだろ今ガソリン。
来ちゃったな。熊谷まで来てしまった。あ、てかそうそう延長しないとか。ああ延長ちょうど止まったんでね。いやあ、皆さんアイテムあります。ちょっと後でね、投げてくれた方見ませんでね。運転中は見れんので。これ帰宅ラッシュってやつ。帰宅ラッシュ、これ凄いね。みんな仕事を終えてこうやって帰るんだろうね。俺今日あれだよ、朝起きて寿司食いって、かっぱ寿司食いって、で昼寝して今ドライブしてる。皆さんは朝から仕事行ってあれなんですかね、今帰ってるんですかね、家にね。だいぶ同じ地球というところにね、生きていてもなかなか生活が皆さん人によって違いますが、今こう車走らせてる人の中にニートって何人ぐらいいるんだろうな。どれぐらいいるんだろう、割合的に。
ココイチとかもしばらく食ってないな。でもなんか今お腹空いてないから食わないけど、ココイチとかそういえばあんま食ってないな今。一時ココイチちょくちょく食ってた時期あったけど、熊谷まで来ちゃったよ。なんだ。
やべえ、どうしよう。熊谷まで来ちゃって、しかもまだ進んでるっていう。どこまで行くんだよ、これ目的地なしに。こっから家戻っても30キロはあるぞ。どうしよう、これ真っ直ぐ行くと群馬の方なんだよな。
ジャニーさんが亡くなる前にジャニーズジュニアになってジャニーさんに会ってみたかったな。どうしよう、もう群馬じゃないか。もう群馬ですよ。
と歌でも歌うかな。歌でも歌うか。感謝感激雨嵐歌います。そうそういいことなんてない、方向音痴の情熱だ、毎日ふうるわけ取る方だけど何かに憧れてない、感動しない日々の中で確かな希望がフィリーラン、いつかそこにフィスがフェイスが君であって血を燃やす、砕け散った気分ならためらわずに怒りをやわな自分自身に向ける、ウォーウォー、まるで一人ぼっちだと嘆くそばで瓦礫に咲いた花がゆらゆら見てる、誰かが誰かを支えて生きているんだ、単純な真実が傷を癒してく、スマイゲーありがとう、スマイゲー泣きながら生まれてきた僕たちは多分ピンチに強い、スマイゲー君がいて、スマイゲー嬉しいよ、言わないけど初めての深い愛しさは嵐。なんか痰が詰まってるな。辛い時は甘えてと強く思う、大事な人の愛がハートの包帯、ウォーウォー、うまくなんて生きれない、それは誇り、助けてくれた君は同じ目をしてる、余裕をなくして知らずに傷つけたかい、許して許されると人は素直だね、スマイゲーありがとう、スマイゲー何度でも立ち上がれる気がしてる、僕の勇気は泉、スマイゲー一人ではスマイゲーいられない、戸惑うほど切実な祈るような恋は嵐。やべえ、もう群馬だ、おいちょいちょい、おいちょいちょいちょい、もう群馬ですよこれ。じゃあ次カツーンのリアルフェイス歌いまーす。ギリギリでいつも生きていたいから、
ぶち破ろう、リアルを手に入れるんだ。俺がハスラー系、これ果たすだけ、声から扱うわけ、声らかです、それは誰だ。俺はジョーカー、ドープなライブで湧き出す情緒、待ち待った、これがオーナー、そうだ、そうだ、決め、オーナー、ヤバめのフロアで湧き出す情緒、レッサー、レッサー、アスファルトを蹴り飛ばして、退屈な夜にドロップキックしたつもり、滑って空振りの、適当なノリでパクれて、ありえねえ嘘並べたって世界変えられやしない。夢を語るふりしてれば、なんか大人になれる気がして、舌打ちをした。ギリギリでいつも生きていたいから、ああここを今飛び出して行こうぜ。この涙嘆き未来へのステップ、さあ思い切りぶち破ろう、リアルを手に入れるんだ。新しいシャツ脱ぎ捨てて、ずぶ濡れになった火曜日を笑いたきゃ笑えばいいの。雨上がり濡れた堤防で、初めて君についた嘘は今も乾いちゃいない。悪いけど賢くはないさ、きっと頭より心で考えるタイプ。ギザギザで牙を剥き出しながら、ああ折れるスタートダッシュで行くんだ。この誓いでかい世界の先へ、さあ無限越えて行こう。リアルを見つけに行こう。それギリギリでいつも生きていたいから、ここを今飛び出して行こうぜ。この涙嘆き未来へのステップ、さあ思い切りぶち破ろう、リアルを手に入れるんだ。俺がハスラー系、これ果たす系、声らずかです、それは誰だ。俺はジョーカー、ドープなライブで湧き出す情緒、待ち待った、これがオーナーそうだ、そうだ、綺麗オーナー、ヤバめのフロアで湧き出す情緒、レッサー、レッサー、ドゥ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 。
わつ恋の切り替えて、わつ恋の切り替えて、わつ恋のいつもそうしてんじゃない。熱くなってきたな。歌うと熱くなってくるね。うわ、もう太田じゃんこれ。群馬だよ、群馬これ。まあ、別に群馬来てもやることないんだけど。あ、バリキアだ。これバリキアってラーメン屋があってですね、ここのラーメンね、なんかなあれなんですよ、あの辛いね、もやしがね、食い放題なんですよね。テーブルに備え付けあってね。で、なんかさ、ちょっと食い地が働いて、もやしばっか食ってたら、次の日ね、まあそこそこ辛いから、次の日ね、あのね、下痢になったっていうね。辛いのいっぱい食っちゃって、だるま大使っていうラーメン屋がすごい美味しいんですけど、あれ高崎か、ここ群馬の太田なんでね。そこそこ栄えてますね、太田はね。続きまして、大抵セニョリータ歌います。ジャニーズ事務所、あの書類審査落ちの僕がジャニーズメドレーてか、やべえ、どこまで行こうか、どこまで行こうか、どこまで行ったらいいんだろう。の傷跡を眺め、あなたは言う、あいつ、あ、ここがバルキアだった。あいつと積むのはもうやめなと。分かってるって、女なんて大人ぶってガキ扱い、もうやめにしてくれないか。ドゥ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 、抱いて抱いて抱いてセニョリータ、強く強く強く離さないで、飾ってカッコつけずにそばにおいでよ。抱いて抱いて抱いてセニョリータ、強く強く強く離さないで、あなたのその唇がじれたいのよ。あ、ドゥ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 、昔の男と俺を重ねては、ため息混じりで笑ってみせる、分かってるって男なんて信じてないと言いたいんだろう、もう楽にしてあげるから。
ドゥドゥドゥ泣いて泣いて泣いてセニョリータ俺の俺の俺の胸でずっと一人で我慢しないでそばにおいでよ眠れ眠れ眠れセニョリータ俺の俺の俺の胸でずっと今夜もきっと夢の中じれったいのよドゥ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 抱いて抱いて抱いてセニョリータ強く強く強く離さないで飾ってカッコつけずにそばにおいでよ抱いて抱いて抱いてセニョリータ強く強く強く離さないであなたのその唇がじれったいのよドゥ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 ちょい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 やばいやばいやばいってかどうしようどうしようこれ以上行ったらマジで帰りがクソ遠くなるぞもう今の時点で結構遠いからねやばい太田まで来てしまったっていうか太田を通り過ぎてしまうんじゃないかこのまま過ぎたらどうしようそろそろ U ターンするかマジでただのドライブだからなさすがにちょっとやばいんじゃないのかな